ローデット。報告です。一時の方向に謎の反応を検出。100以上の不明生命体だと考えられます。報告です。観測目標の赤外線データが天命の主教オットー・アポカリプスと一致することが判明しました。報告です。全エンジン起動完了。ご指示を。報告です。ハイペリオン主砲チャージ完了。レーダーチーム、信号チーム、相手の動向を継続して監視して。タービンと艦砲はそのまま待機。ハイペリオンがいつでも作戦を開始可能な状態にキープして。テレサさん、ソース不明の外部通信がハイペリオンへの連絡を試みているのだが。つなぎましょう。そろそろ来ると思ってたわ。プロトコルを確認した。これより通知を放送する。カロスタン町にいる天命、非天命スタッフに告ぐ。別途通知を受けるまでその場で待機せよ。勝手に持ち場を離れた場合、何があっても自己責任となる。これはオットーのクローン。彼らは傀儡。みんなの時間を無駄にしないでちょうだい。本物のオットー・アポカリプスと話がしたい。不正な処理、プロトコルが存在しない。初期プロトコルに戻る。引き続き通知を放送する。カロスタン町にいる天命、非天命スタッフに告ぐ。別途通知を受けるまでその場で待機せよ。勝手に持ち場を離れた場合、何があっても自己責任となる。ち、何よ。自分の裏工作がバレたからって隠れて門前払いをするつもり。彼が自分の意見を押し通すときによく使う手口です。他の人を盾にして時間を稼ぐ。クソ、あいつは私たちを騙して支配の律者の力を盗んだばかりだっていうのに。わからないけど、万が一のためにすぐにでも出発して彼を見つけ出さないと。深野言った通り、私たちがここから動かなかったら彼の思うツボかもしれないわ。おや、いい分析だねテレサ。どうやら僕の元から離れていた間に君もかなり成長したようだ。なんだい、自由に切り替えられることに驚いているのかい。少なくともネゲントロピーの博士たちは驚かないだろうが、何しろ君たちは60年以上前にすでに一度目撃しているだろう。あんた、よくもそんなことを。おやおや、そんなに怒らなくてもいいだろう、テスラ博士。これから僕がしようとしていることは君たちにとってもメリットしかないはずだ。メリット？へえ、今度はどんな独りよがりなへりくつを言い出すのか聞いてあげようじゃない。独りよがりか。確かにこの件に関しては僕以上に独りよがりな人間はいないだろうね。諸君、人類の未来のために祝ってくれ。結果として僕は僕自身を犠牲にすることで虚数の木から500年以上の時を得る。人類のために崩壊に抗う時間を手に入れるんだ。は？500年？おや、僕の可愛い孫娘はもう気づいたみたいだね。その通り、独りよがりな僕にとってこの500年は一つの副産物に過ぎない。言っただろ？すぐに最後の旅に出て世界の向こう側であの唯一の存在を探すと。僕は時間の枝からこの500年の歴史を抹消し、世界をカレン・カスラナがまだ生きていた頃の状態に戻す。もちろん諸君自身の存在が消えるんじゃないかという心配は不要だ。今日カロスタンに来た者は立場を問わず、このオットー・アポカリプスが時間の本流から守る。そして過去に戻った君たちは理想を叶える聖女を手伝うことができるはずだ。ちょっと、天命の司教はいよいよ頭がおかしくなったの？一体何の話をしてるのよ。時間を逆流させる？具体的な技術の話はさておき、それを実行するために
どれだけのエネルギーが必要になるのか、私たちが何も知らないと思ってるわけ？もし僕が崩壊の意志と呼ばれる存在と協定を結んだと言ったら、もし僕が支払った代価が虚数の木で流れる時間、もしくは現在だと言ったら、それに信じてくれなくても別に構わないよ。ハイペリオンであと12時間ほど待ってくれれば、おのずと結果が見えてくるだろう。その言葉、最後の12時間を使って抗えという意味に聞こえるんだが。おや、さすがだね、アインシュタイン博士。誰よりも冷静だ。その通り、君たちにはチャンスを与えよう。僕のやり方に賛成しないのなら、教会堂に来て僕を倒せばいい。もちろんその場合、僕の忠実なる部下もこの町を鎮圧し諸君らを阻止するが、僕個人としては君たちとの戦いを望んでいないよ。つまり君は僕たちを挑発しながらも、僕たちが動き出すことは望んでいない。博士は僕の言葉からヒントを見つけたいようだね。よくない、それはよくないな。君たちが知るべき話はこれだけだ。もし僕が成功したら、人類はさらに500年崩壊に対抗する時間を手に入れる。その代価はこれだけだ。500年の間に存在したここにいる人間以外の凡人がまだ誕生していない状態に戻る。この通信自体、僕が与えたチャンスだと思ってくれ。公平な価値観の競争という機会だよ。あんた、分かったわ。お望み通りに本気であなたを倒すわ。いい、いいぞ。さすが僕の可愛い孫だ。予想以上の反応を見せてくれるとは。だから去年と同じように本気になって行動するがいい、テレサ。聖537教会堂で待っているぞ。では。アインシュタイン博士、テスラ博士、どうぞ。崩壊の意志、私たちはそう呼ばれる存在のことを本当に何も知らないのかしら。残念ながら技術面で言うと確かにそうなる。断りの律者のコアがベルトと崩壊の意志の交流を阻んで、彼を人類のために戦う律者にしたんだけど、逆に言えばネゲントロピー側は崩壊の意志を研究する機会を失ったってことになるわ。分かったわ。つまり今の状況だと、彼の言い分に対して可能性は否めないということになるのね。そう考えてもらっても構わない。認めたくないけど事実はその通りかもしれない。またあいつの言いなりになるなんて尺だわ。戦場においては避けられないこともある。この世界に全ての時間において全ての戦略を決められる指揮官なんていないわ。行きましょう。みんなに集合するように伝えて、出撃の戦術を話し合いましょう。は？戦力を分ける？私たちの優位性がなくなるじゃない。今回の敵はいつもと違う。慎重に相手の手札を確認しなければならない。ふん、私に言わせればあいつが言った12時間なんて時間稼ぎの計略に過ぎないわ。戦力を一箇所に集中してハイペリオンの火力を整え、最も近い道を突破して一気にあの教会堂を攻めるべきよ。テスラ博士、これはボードゲームじゃないんだ。その方法だと町に残っている天命のスタッフを全員巻き込むことになる。それに今のようなオットーの手札について何も知らない状況でそういう決戦を仕掛けると予知できないリスクが生じるかもしれない。忘れないでくれ、テスラ博士。あの男はオットー・アポカリプスだ。今まで僕たちがどれだけひどい目に遭ってきたか君も知っているはずだ。テレサ、どう思う？
ボス頭の考えは気にしないで。あんたが作戦計画を決める指揮官なんだから。テスラ博士、私もアインシュタイン博士の考えに同意するわ。今のところ私たちは玉鋼のクローンの動向を検出したけど、それらは所詮相手の傀儡に過ぎない。確かに支配の律者の力と戦う時なら私たちは思い通りに対応できるかもしれないけど、 S 級ヴァルキリーの動向や相手が話した崩壊の意思との協定について今の私たちは何も知らない。だから作戦も2段階に分ける必要があると思う。第1段階では戦力を分けて戦闘しながら探索する。決戦が始まる前に相手の状況を把握するの。そうすれば第2段階で戦力を集中させた後、より着実に最終決戦を進められる。電撃戦のような戦術には情報面で圧倒的に有利な立場が必要だが、今の僕たちにはない。言い方を変えると、君が提案した戦法は今の僕たちにとってはリスクが多すぎるんだ、テスラ博士。わかった。確かにあんたたちの考えも理にかなってる。テレサの考えた2つの段階をもとに計画を考え直すわ。ちょうどエンジニア部門にあるアイテムが役に立ちそうだし。みんな、時間がないから簡潔に話すわ。作戦計画を発表する前にまずは情報を2つ共有させて。1つ目、オットー側の声明によると、彼はすでに崩壊の意思と協定を結び、時間の逆流を強引に発生させられるようになったらしいの。彼はその方法でカロスタン以外の世界を500年前の状態に戻し、聖女カレンに2回目の人生を与えるつもりよ。2つ目、少し前にネゲントロピーの科学者たちの研究によって判明したんだけど、オットーはすでにある方法で支配の律者の力を盗んでいた。今ハイペリオンを包囲している傀儡のクローンも彼が支配の律者の力を使って操ってるものよ。よってこれからの作戦計画ではハイペリオンの戦闘員を3つのチームに分けようと思ってる。まずは第1チーム、ブローニャ、ゼーレ、ロザリア、リリア。対岸の大通りからオットーのいる聖537教会堂に向かって進んでもらうわ。承知しました。それからみんなの持つ探知装置が送り返した信号をもとに、テスラ博士はスパルタクスシステムの設置に向いているエリアを分析する。スパルタクスシステムは干渉信号を放送という形で放って支配の律者の力を制限するという優れものよ。あんたたちからもらった信号を分析した後にスパルタクスシステムの信号干渉塔の設置場所を決めるから、その点は心配ないわ。ええ、正確に言うとそれは第3チームが担当する任務だから、みんなは自動探知機が正常に動いてるかどうかだけを気にしてほしい。分かった。ブローニャ姉さんやゼーレの指示に従うよ。ええ、以上が第1チームの任務。第2チームのメンバーはキアナとフカ。第1チームの後に出発し、川の南側の山道から橋の支配権を奪ってもらう。そして騎兵として素早く聖537教会堂に近づき様子を探る。その間第1チームの代わりに敵の注意を引いてくれると助かるわ。それと第1チームと同じく2人の持つ探知機も信号干渉塔の設置場所の分析に必要なデータを送り返してくれるわ。分かった。また第1チームと比べて第2チームは素早く相手の本拠地に突撃し状況を把握する必要がある。だから最後まで戦おうとせず、たとえ単独行動になったとしても前進する体制をキープしてほしいの。はい、学園長。次は第3チーム、
メンバーは私ネゲントロピーの2人の博士、それからハイペリオンの広報スタッフたち。僕たちはスパルタクスシステムの設置と強化を担当し、支配の律者の特殊通信を最大限阻み、みんなの戦闘を支援する。以上が作戦計画になるけど、何かわからないところはあるかしら。もしオットー本人と遭遇した場合、どういう形で対応すべきでしょうか。支援が来るまでなるべく時間稼ぎをしてほしい。少なくとも相手の話によると、私たちには12時間も残されているはずだから。わかりました。他に問題は？もし問題がなかったら直ちに行動を始めましょう。作戦開始。私の番だね。待機中もエレガントであり続けることが大事よ。過去にもこの道を歩いた人もいたんだよね。最初の目標はあそこにしましょう。視界が良好、敵も密集していて火力を引きつけるにはいい場所だと思います。任務を開始します。やっぱり地面に足がついてる方が安心だね。いりません。ここは戦場です。一瞬の隙でも命を落とすかもしれません。わかってるけど、ここの建物はどれも綺麗だから、うっかり壊しちゃったら申し訳ないなって思って。ここは、天命のかつての本拠地。無数の血と罪が隠されてきた場所です。それらを守るよりも、ゼーレの安全の方がずっと大事だと、ブローニャは思います。でも建物に罪はないよね。それをデザインして作ってお手入れした人たちもいろいろと心血を注いだはずだよ。それにここで暮らしてた人たちも、その多くは天命の暗部とは関係なくて、ただ自分自身の仕事を全うしただけだと思うの。例えばあそこの庭にはちゃんとお手入れされた跡がある。きっと庭の持ち主はここの風景を大事にしていたんだろうな。それとこの道も塵はあるもののちゃんとお手入れされてたのがわかる。多分みんながこの街を愛してたからこういう環境を維持できたんだと思う。もし彼らが数年後にここに戻ってきて廃墟しか残らなかったって知ったら、きっと悲しむよ。ゼーレは彼らの思い出の場所を壊したくない。みんなの思い出には守られる価値があるってゼーレは思うの。ゼーレらしいです。わかりました。戦闘時はなるべく建物を壊さないようにしますね。約束します。ロザリアやリリアにもそう伝えておきます。あ、ごめんゼーレ、わがままを言ったかな。いいえ、ゼーレは間違っていないと思います。何かを守りたいという気持ちは戦いを難しくすることもありますが、同時にそれは力の源になり自分自身をより強くすると思います。ではそれを前提にもう一度作戦目標をまとめますね。ブローニャたちは最初に出発する第一チームです。おとりとして第二チームにチャンスを作るべく、できるだけ敵の主要火力を引きつける。これが作戦目標です。姿勢広場から遠回りして境界道に近づくというルートで前進します。
途中で目立てば目立つほど巻き込める敵は多いでしょう。同時に敵が密集している場所でデータを収集して第三チームにスパルタクスシステム信号干渉塔の設置場所の参考データを送るんだよね。はい。その作戦が終わったら第二チームと同じように境界道を目指し、なるべく彼女たちと同時につき、オットーとの決戦に臨みます。作戦がうまくいくといいな。でもこんなにわかりやすい行動、相手にバレないはずがないよね。確かに見抜かれやすい作戦ではありますが、今の戦力では最も着実な方法でもあります。たとえ相手に見抜かれたとしても、彼らは防衛側ですから通常通りの対応しか取れません。なるほど。やっぱり学園長もブロニャお姉ちゃんもすごいな。戦う前に勝利を手に入れる、それこそが腐敗の戦い方です。一緒に思い切り暴れ回りましょう。背中にある剣は少しも重くない。暖かいよ。美味しそうな血、ぜひ味わってみたいわ。行こう。過去にもこの道を歩いた。やっ、決戦の時が来た。なんだか空気が重いと思わない？周りが静かな方が戦いに集中できるじゃない。ブロニャお兄ちゃんはもともと口数が少ない方だけど、ロザリアとリリアはどうしちゃったのかな。気にする必要はないわ。どうせ初めて本物の戦場を見てビビってるだけよ。じゃあ緊張を和らげてあげないと。ロザリア、リリア、怖がらないで。ゼレとブローニャお姉ちゃんはこういう戦闘を何度も経験したけど大丈夫だったよ。落ち着いてみんなで協力し合えばきっと乗り越えられるから。万が一危険な敵が現れたとしても、ゼレとブローニャお姉ちゃんが二人を守るし傷つけさせないよ。だから怖がらないで普段の訓練通りに戦えばいいの。二人とも優秀だからもっと自信を持ってもいいと思うんだ。ゼーレ、違うの。ロザリア、調子が悪いの？大変。救急箱を持ってきていないの。博士たちに連絡した方がいい？あ、ロザリア、グラグラしてる。リリア、もう喋っていい？どうせ他の人はいないし、大丈夫かな。つらかった。やっと喋れるわ。やっと喋れるってどういうこと？黙って喋っちゃダメってリリアに言われたの。みんな真剣だから私たちも真剣でいなきゃ。でも私は真剣になれないからいっそ喋らない方がいいって。リリアが、だってロザリアが喋ると空気が台無しになるんだもん。そんなことない。そんなの誤解よ。私はリリアのお姉ちゃんだもの。リリアより十数分も早く生まれてきたんだから、リリアよりもずーっと大人よ。さっきからずーっと言いたかったの。戦術の説明はよくわからなかったけど、向こうの奴らをぶん殴ればいいんでしょ。
モットーだかなんだか知らないけど、私一人で倒してみせるわ。まずは敵の名前を覚えようね。リリアの判断は間違ってないと思うんだけど。そうかもしれないね。これからの道はみんなと一緒に歩くから、だから心配いらないよ。ロザリア登場。ふふん、私の凄さが分かったかしら。おお、敵がいるわ。どこ、人が近いわ。奇襲なの。バカロザリア、それは通信機の音だよ。そこよ、動かないで。重心が不安定だし、足も少ししびれてきて、体験を持ってる腕も辛くなってきたんだけど。ロザリア、ぐるぐる回転のポーズをキープしなくても大丈夫だよ。別にだるまさんが転んだごっこをしてるわけじゃないんだから。え、違うの？テスラ博士はその場所から離れないでって言ってるだけだよ。ところで、さすがに息を止めたりしてないよね。まさか、そんなわけないでしょ。データ収集完了。その位置ね。後で信号干渉塔を設置しに行くわ。あんたたちはもう少し先に進んで、他に適した場所がないか探してみて。今までの経験から考えると、おそらく敵が集中している場所の可能性が高いと思うわ。ふん、安心してこのロザリアに任せなさい。やっぱり私がいればどんな作戦も楽勝よ。特に何もしていないのに。本物の主人公は最後にならないと全力を出さないの。今見せてあげるわ。ちょっとロザリア待って。ブローニャお姉ちゃん、ゼーレたちも追いかけよう。ブローニャお姉ちゃん、今笑った？ロザリアとリリアを見ていたら、少し感慨深い気持ちになりました。あの二人は聖フレイヤに入学したばかりのキアナとブローニャに似ています。あの頃、キアナは楽天的なバカで、授業をサボって居眠りして赤点を取る問題児というだけじゃなくて、いつもメイ姉様につきまとっていました。そんなキアナが気に食わなかったブローニャはいつも文句を言っていました。納得しないキアナがブローニャに挑んでくるので、ブローニャも断りませんでした。しかしキアナは想像以上に真面目でした。ブローニャに勝ったことは一度もありませんでしたが、彼女は諦めず何度も挑戦しに来ました。そんな元気すぎるキアナがまた何かトラブルを引き起こすんじゃないかと心配で、ブローニャはつい彼女のそばにいて見守っていました。キアナは自由奔放で、いつもバカなことをやらかしてしまいます。そういう時、ブローニャは遠慮なく彼女の間違いを指摘してきました。いつの間にか互いをよく知り、共に行動するようになりました。その結果、一人分のトラブルが二人分になって、学園長にはたくさん迷惑をかけましたが、今思い返してみると不思議な付き合い方だと思います。ですがブローニャは嫌ではありません。それが縁というものかもしれないね。どちらかというと腐れ縁だと思います。あの頃のブローニャはキアナのお世話をするより戦闘の方がずっと楽だと思ってました。今とは真逆ですね。世界とはこういうものです。みんないつしか大人になって自分を更新していきます。ロザリアとリリアでさえ戦場に立つようになりました。今の彼女たちにはまだわからないかもしれませんが、いつか彼女たちも戦う理由が分かってくるはずです。彼女たちを見ていると昔のブローニャとキアナを思い出します。あの日々を
懐かしく感じてしまうんです。ブロニャお姉ちゃん、心配ありません。ゼーレが何を言おうとしているのか分かっています。過去を心に刻みつけるのはより良い未来を作るため、そうですよね。やっぱりブロニャお姉ちゃんはすごいな。強くて頼もしい。ゼーレも見習わないと。いいえ、ブローニャにも未熟なところがたくさんあります。ですが克服できるように頑張ります。ゼーレ、そしてみんなのためにも。ところで、そろそろあの二人を追いかけないとまずいですね。彼女たちがまた何かをやらかす前に。うん、こっち。私の番だね。やっぱり地面に足がついてる方。ローデット、どうしよう、本当に壊れちゃったのかも。ロザリアのせいだよ、ダメだって言ったのに。リリアの嘘つき、さっきはいいアイデアだって言ってくれたのに。バカロザリアの聞き間違いだよ。ロザリアが嬉しそうにしてたんだもん。それよりどう説明するかを考えた方がいいと思う。説明しようがないわ。データを多く集めたいから回転で行動範囲を広げようとしたけど、途中で探知機が吹き飛ばされちゃって壁にぶつかって壊れただけでしょ。そのまま話したらきっと怒られるよ。こうしよう。激しい戦いの中で運悪く敵に壊されたとかどうかな。リリアってば頭いい。そうするわ。今すぐテレサ学園長に謝りたい衝動に駆られています。学園長にとって昔のブローニャたちもこんな感じだったのでしょう。いつも迷惑をかけて本当に学園長に申し訳ないと思います。動かないでそこにいて。よし、できた。あとでもう一つの信号干渉灯の設置に向かうわ。これでオットーの人形たちの行動を大きく牽制できるはずよ。第二チームも出発準備に入ったから、あんたたちもそろそろ次の段階に入っていいわ。今から現場の判断はそっちに任せる。教会堂で会いましょう。やったわ！ロザリアの素晴らしいパフォーマンスによって、私たちは勝利を手に入れたのね。だから、ロザリアは何もしてないし、私たちもまだ勝利を手に入れてないよ。はん！もうすぐ手に入れるに決まってるわ。これから最後の必殺技を使うんだから。どんな必殺技なの？今考えてるところ。今から考えるの？スーパーグルグル、それとも無敵風火輪にしようかしら。考えてるのは名前だったの？雑談はそこまでにして、そろそろ行こう。みんな、気をつけてください。
私の番だ。どうやら相手は高みの見物をやめるつもりのようですね。この障壁、ゼーレたちをここに閉じ込めるつもりなの？もう少し近づいてみましょう。行こう。審判の時は来た。やっ、せい、はっ、はっ、やっ、やっ、あっ、はっ、せい、せい、はっ。障壁が縮んだ？またこういう小細工ですか。行動を開始しよう。審判の時は来た。やろう。これはなんだか知ってる気配のような気がします。なるほど、正体ですか。正体？ここに残ってどんどん小さくなる障壁の中で生存できる空間を探すか、それとも正体を受け相手と向き合うか。どうであれ、この正体を送ってきた相手は本当におもてなしが好きなようですね。それって選択する余地は最初から残されてないってこと？はい、この用意周到さ、きっとブローニャたちが正体を受けるように他にもいろいろ準備したのでしょう。なんとなく相手が分かりました。もう決めたみたいだね。ゼーレはブローニャお姉ちゃんの判断を信じる。ロザリアとリリアは？なになに？ここに入ると敵をぶん殴れるの？やっぱりロザリアは黙った方がいいと思う。とりあえず意義なしってことかな。みんな気をつけようね。行こう。これはまさか。フィニッシュ付き。私に血をちょうだい。ここは支配劇場。本当にいつでも嫌な場所ですね。みんながいませんね。また引き離されたということですか。しかし今回人形の気配はありません。ブローニャの考えが正しければ彼女はここのどこかにいるはずです。この劇場の伝統に従い、ここはようこそ支配劇場へと言った方が良いでしょうか。やっぱりあなたでしたか、リータ・ロスバイセ。お待ちしておりました、ウラルの銀狼様。今は敵同士です。お世辞はいりません。そう言わずに。ブローニャさんに対する尊敬の気持ちは本物ですよ。立場が違うだけでそれが変わることはありません。そうですか。では昨日ブローニャたちの敵にはならないと。その言葉に嘘はありません。正確に言うと誰かの敵になるつもりはありません。ネゲントロピーでも天命でもハイペリオンでもオットー様で、私はただ中立の立場で
メイドとしての責務を全うしたいだけなのです。お言葉ですが、あまり中立のようには見えません。そういう思いをさせたことに関しては申し訳ありません。ハイペリオンを離れた後、いろいろありまして。ですがご安心を、皆さんに危害を加えるつもりはありません。この人形もオットー様が貸してくださった鍵に過ぎず、自身で活動する能力はありません。本物の支配の律者の力はすでにオットー様がお持ちです。この支配劇場に皆さんを傷つけるようなものはありません。皆さんがおとなしくここにしばらく滞在してくださるなら、無事に送り返すことをお約束します。しばらく、それってオットーが話していた12時間が経った後ですよね。ブローニャさんは賢い人ですね。しかし実際の状況を考えると、それほど時間を要することはないでしょう。ブローニャの理解が正しければ、あなたの約束はブローニャたちがあなたの提案に従うことが前提ですよね。もしブローニャたちが従わなかったら、その時はご無礼をお許しください。もちろん、あなたが私の考えを変えてくださるのなら、話は別ですが。暗黒のバラは最後の一戦で最善を尽くし、期待を裏切りません。このメッセージを残した時にはもう、これからの展開を予想していたのですよね。ええ、その通りです。妥当な判断だと。そう思いませんか？あなたにとってはそうでしょう。中立を謳いながらオットーの任務をクリアし、ブローニャたちを傷つけない。最後にどちら側が勝ってもあなたは損をしません。ですが、もしオットーを止められなかったら、外にいる人たちはみんな消えてしまいます。なんとも思わないんですか？どうしてそこまでして彼の命令に従うんですか？その点に関しては何も言えません。仲間を失望させるようなことはしないようにとブローニャさんに忠告されました。これが私の決意です。これ以上話しても無駄です。ブローニャは言いなりになるつもりも、自分を曲げるつもりもありません。ブローニャの道はブローニャが決めます。ここにいるつもりはありません。暗殺者、暗黒のバラ、いいえ、天命のエスキューバルキリー、リタロスバイセ。ブローニャを止めたければ。やっぱりブローニャさんは負けず嫌いですね。強引な提案を飲むつもりがないのなら、お手並み拝見といたしましょう。彼女はあれらの怪物を操れるのでしょうか？あの変わった力は彼女の新しい力でしょうか？どうしました？新しい服を見せなくていいんですか？戦争ウサギ、ライドオン、ライドオン。攻撃が弾かれた。失礼しました、ブローニャさん。凡人の体にバルキリーの装甲、普通なら断りの律者の攻撃に耐えられない彼女はブローニャよりも戦場での殺戮に慣れています。確かに経験と覚悟の差はありますが、それだけではないはずです。感じます。彼女はずっと変わった力を使っていますが、それと関係があるのでしょうか？ウォーミングアップはここまでです。ブローニャさん、そろそろ本気を出してくださいね。やっぱり全力を出していなかったんですね。さあどうでしょう。即戦即決を目指すなら、圧倒的な力の差、不意打ちの奇策、それ以外は
基本をどれだけ熟練しているかです。それが戦場においての常識で、ブローニャさんもよく知っているはずです。それにあなたにもまだ見せていない切り札があるのでしょう。本音を言うと、これを使うつもりはありませんでした。心の準備がまだというか、決心していないというか。けど今はそれを考えている場合ではありません。ブローニャはここで止まるわけにはいかない。だから迷う必要はありません。これがブローニャの答え。今回ブローニャは全力をかけてあなたを倒します。なるほど、道理で知ってる気配がすると思った。支配劇場また何度も来たからむしろ馴染みがあると思わない？ううん、何度来ても背中がヒヤッとする。嫌な場所だよ。そう？ここの空気は結構気に入ってるわ。うるさい人形たちもいないし、観光にちょうどいいんじゃないかしら。けど、ゼーレが嫌ならやめておきましょう。今出口を開いて元の場所に戻すわ。待って。あら、気が変わった？やっぱり観光する気になったの？確かに、ゼーレたちは簡単に出られるけど、ブロニャお姉ちゃんやロザリア、リリアはできない。相手がゼーレたちを離れ離れにしたのは、それを知ってるからだと思う。さっきの障壁と同じで、相手の目的はおそらく戦わずに勝つことだと思う。それならここに残ったらかえって相手の思うツボじゃない？むしろ今ここを出て教会堂に向かった方が不意打ちできると思うんだけど。うん、確かにそれも一つの選択だと思う。けど仕方なくそうするまではもう少し時間が欲しい。もともと人数は多くないし、みんな貴重な戦力だもん。それに絶対に守るってロザリア、リリアと約束したから。ゼーレは約束を破りたくない。はいはい、ゼーレの言う通りにするわ。けど残り時間が少なくなったら、私は強制的にゼーレを外に出して教会堂に向かわせるわよ。対局が重要だって分かってるよ。とにかく無理はしないで、厄介だと感じたら私に任せること。うん、そうする。ありがとうゼーレ。はぁ、まったく。地下ライミングを待って、一撃で仕留めます。しかし彼女に勝つにはもう少し。ブローニャさんもやっと本気になってくださったようですね。今です。エデンの星いや、やりました。いや、この感覚は疑似エデンの星が割れました。おう、危機一髪でしたね。ここまでです、ブローニャさん。残念ながら奇策は失敗です。疑似神の鍵の強度に問題がなければ称賛に値する戦術でした。それとも怪我人を出さないためにわざと強度を低くしたのですか？しかし
この数ヶ月間で断りの律者の力をここまで掌握するとは。ブローニャさんは確かに天才です。他人のコアを通して律者になり、犯罪のリスクを承知の上で訓練を重ねる。大多数の人はその苦しい過程に耐えられないと。ベルトさん、いい継承者を見つけましたね。その責任はブローニャさんにとっては少し重すぎたようですが。そんなことはありません。ブローニャさん、まだまだ成長できますから、今は無理しなくてもいいのですよ。いえ、ブローニャはずっと迷ってました。確かにブローニャは断りの律者のコアを受け入れましたが、ネゲントロピーや世界、そして断りの律者の伝承に対してずっと迷う。ベルトという名前、ネゲントロピーのリーダーと継承者、そして人類の守護者。ベルトさんが背負っているものは、ブローニャは律者コアの中で無数の思い出を見ました。どれも普通の人を潰せるほど重いものでしたが、ベルトさんはそれを背負ってきました。ベルトさんの訓練を受けるたび、彼の人生を知るたびに、ブローニャは迷ってしまいます。ブローニャには本当に彼の継承者になる資格があるのでしょうか。いくら断りの律者の力を掌握したとしても、ベルトさんの背負うものは変わりません。彼は世界を背負い、ボロボロになっても前に進み、その先にどんな窮地があろうとも諦めず逃げませんでした。ブローニャには世界を背負う覚悟はありません。だから断りの律者の名前だけを受け継ぎ、他の責任は放棄しました。しかし、分かっています。ブローニャはただ、逃げているだけだと。ネゲントロピーとハイペリオンのみんなは優しいから、誰もブローニャに口出ししなかったけど、だからといって、見て見ぬふりはできません。律者コアがなくなって、ベルトさんの力はもう以前には及びません。それに、数々の死闘を経て、彼の体はすでにボロボロになっています。それでも、ブローニャが気負わず成長し、自由に歩きたい道を選べるように、彼は何も言わずに全ての責任を背負ってくれました。それは、彼が断りの律者になった時にはありえなかった選択。叶えられなかった夢、ずっと欲しかった未来。彼はそれらの可能性の全てをブローニャに与えてくれたんです。彼はそういう人です。自分よりも他人の幸せを優先すると、多くの人は彼をそんな風に語っていました。もしかしたらテスラ博士が言ったように、彼は正真正銘の大バカなのかもしれません。だからせめて後輩という立場から、そして断りの律者という立場から、少しでも責任を分担したいと思ってます。今のブローニャにはまだ世界を背負う力と資格はありませんが、分かち合うぐらいならブローニャにだってできます。それだけじゃありません。周りの人たちの成長を見て、強くなったゼーレを、大人になったキアナを見て、ブローニャはようやく気づきました。世界を守るというのは、誰かに課せられた負担でも、環境によって作られた道でもない。本当はみんなの心の奥にある優しい願いです。力を持っているから責任を果たすわけではなく、みんなのいる世界を守りたいからこそ力をちゃんと使いたいのです。初代の断りの律者ベルト・ジョイスは律者として生まれましたが、人類のために戦うことを選び、星の落下から都市を守りました。二代目の断りの律者ヨアヒム・ヨウはベルトの名を受け継ぎ、一生をかけて何度も人類を危機から救いました。彼らは誰かに求められてそうしたわけじゃありません。彼らは世界をベルトという名に忠実であることを選んだのです。
三代目の片割りの律者ブローニャ在築。ここで自らの意志で彼らと同じ道を、この世界を選択します。これがブローニャが一歩踏み出した証。これが二人の断りの律者が使った武器。これが物理の法則を覆し世界を変える星です。さすがですね。虹神の鍵を安定して作れなかったら何度も作って寮で勝とうとする。確かに断りの律者にしかできないことです。しかし奇策というものは一度だけのチャンスを利用してこそです。すでに手札を見せてしまったあなたは一体どうやって私を倒すおつもりですか？そんなのやってみなければわかりません。重力パルス全開。はあ、大変申し上げにくいのですが、やはり私の防御を突破できないようですね。虹エデンの星を構築し続け今まで耐えてきたブローニャさんはすでにご自身の優秀さを証明しています。しかし残念ながらスタミナ比べでしたら今の私には勝てません。星が砕け散る様を。一体本当の力をお見せしましょう。第9の神の鍵、エデンの星、第0低核質量疑似ブラックホール、解放。やっぱりわからないんだけど、これって何の魔法？バカロザリア、魔法じゃなくて崩壊エネルギーだよ。崩壊エネルギーって言えば何でも説明できるの？でも一瞬で別の場所に移動するなんて本当に魔法みたいじゃない。バカロザリア、わからないなら黙ってて。私が食べたの。急に最後の懺悔をしないでよ。というかやっぱりリリアが食べたのね。支配劇場にどうして地震が？まさかブロニお姉ちゃんに何かあったの？そうかもしれないわね。けど今回事実を探るチャンスはないわ。この崩れる？あの二人を捕まえてここから出るわよ。出られた。ブロニお姉ちゃん。さすがです。まさかあんな切り札を隠していたとは。この戦いは
私の負けです。今までの睨み合いも戦術かと思いましたが、まさか疑似神の鍵まで目くらましで、最後の切り札が第9の神の鍵自体だったとは。それに私を倒すのではなく支配劇場を壊そうとしていたなんて、今まで甘く見ていたことをお詫びいたします。ブローニャさん、大胆で予想の斜め上を行く戦術、確かにどのベルトさんのやり方でもなく、ブローニャ自身の力、いえ、これは断りの律者の伝承、ネゲントロピー全員の力です。第9の神の鍵のボディは約1ヶ月前に修復しました。それまで修復作業はうまくいきませんでした。支配の律者との戦いが終わった後、資源を十分に活用するため、ネゲントロピーはようやくこのプロジェクトを再起動したのです。みんな、この神の鍵を扱う時はいつも慎み深く、敬意すら感じました。きっとそれに込められた思い出があまりにも重いからだとブローニャは思います。ですが、過去を心に刻みつけるのはより良い未来を作るためだとゼーレはよく言っていました。だからブローニャもそれをきっかけにして自分自身の一歩を踏み出したいと思ったんです。そうしないとゼーレやキアナ、そしてメイ姉様に置いていかれますから。ブローニャはベルトさんにはなれません。ブローニャはブローニャだからです。ブローニャは彼らの意志を受け継ぎ、ブローニャのやり方で世界を守ります。ええ、今のあなたたちにはオットー様と戦える実力があります。それが甘く見ていたの意味でしたか。空港での戦いのせいで今のブローニャたちがオットーと戦えるのかどうか、しかしそう言われると、支配劇場が壊されてもあなたが切り札を見せてくれないなんて。それはこの力のことでしょうか。申し訳ありません。使いたくないのではなく、準備に余裕がなくてまだその本質を十分に理解できなかっただけなのです。なので慣れている戦い方で戦ったまでです。ブローニャさんを舐めていたのではなく、そうした方が全力を出せると思ったのです。意外な理由です。とにかくリタ・ロスバイセン、あなたはブローニャを止めることに執着していません。なのにここまでしてブローニャの実力を確かめようとしました。一体何に焦ってるんですか。ブローニャさん、どうしてそれを。わかりません。多分直感でしょうか。理性的なブローニャさんに直感の話をされるなんて、確かに新鮮です。ブローニャを試す、阻止するというより、あなたは何かを基準にしてブローニャの成長に期待している、そうなんとなく感じました。気のせいですよ。私はただ自分のなすべきことをしたまでです。これはメイドのプライドですから。言いたくないのならブローニャもこれ以上聞きません。ところで今ブローニャたちがいる空間は、支配劇場が消えた後、私たちが落ちていく先はもちろん漁師の海です。やっぱり。私はこの状態でも自由に出入りできますが、ブローニャさんはしばらくここにいるしかありません。私の立場ではあなたを助けるには間接的な手段が必要ですから。ご心配なく。あなたが言ったようにブローニャには頼もしい仲間がいますから。ブローニャお姉ちゃん来たんですね、ゼーレ。もちろん。支配劇場が突然消えて、なのにブローニャお姉ちゃんは出てこなかったから、ゼーレすごく驚いたんだよ。幸いゼ
ゼーレがブローニャお姉ちゃんは漁師の海にいるかもしれないって教えてくれて、来てみたら本当にいた。リッターさん？お互いに話したいことがたくさんあるようですね。まずはここを出て、その後にまたゆっくり話すのはいかがでしょうか。じゃあリタは？状況が安定するまでしばらくここにいます。何せ任務に失敗したバルキリーは長い反省文を書かないといけませんから、もう少しこの短い休暇を満喫しようと思います。わかりました。お元気で。それとありがとうございます。失礼します。頼もしい仲間ですか。デュランダル様の信号が消えてからすでに20分が経ちました。シュレーディンガー博士と共に作った予備プランは完璧なはずですが、何もできないなんて、やはり緊張と焦りを感じてしまいます。それとも今までのことも全部大主教様の計画なのでしょうか。もし本当にそうだとしたら、この事件の終わりは、まさか。私の周りにいるのは、どうして私自身よりも困った人たちばかりなのでしょう。美味しそうな茶。